ありましたよ。もうあんだけ僕があの iPhone のなんかレビューしますレビューしますみたいなことでね MC とかしましたからね。いやいやいや、まあじゃあちょっとね、あの僕の話はちょっともっと長くなっちゃって、イカルさんのライブ終わった後にね、あの5分くらい短縮していただいていいですか。というわけで、サマさんよろしくお願いいたします。残念だなと思います。まあ、ちょっと
近い曲かな。アンソンタイヤというあのビートルズの曲の中でもネガティブな曲だと思うんですけど、はい、とやりたいと思います。アンソンタイヤ I have to sweat to winしましたよ。
ありがとうございました。さあ、この後はファイさんとのようでございます。そしてその後がミノラさんとのサインからですね。さあ、ではお疲れ様でした。それではいや、まだまだ、まあ、先にね、サロさんに聞かなければならないこともありますので、最後に勘違いオリジナル曲を持ってきたのは、キャリー佐野さんも勘違いをされたことがあるからという、あのパフェの話の流れからということでよろしいでしょうか。勘違いしまくりの人生だ。ちなみに、どんな、いや、やっぱりね、勘違いして生きていかないと、ね、やりたいことがやれなく、ね、まあまあまあ、臆病になったらね、しょうがないですからね。勘違いしてるからね。無理やりいい方向に行きましたね。いい勘違いと悪い勘違い、まあそうですね。ぜひいい勘違いをしていきたいところです。そして VG を中国で買われたというのは、調子はいいと思います。ただ、引き慣れてない感じです。どれくらいになるんでしょう。まあそうですね。これはいいと思って買いました。これがずっと夢が続いてて、ここで夢が終わる。ぶつっと決まれるんですよ。愛してるよ。現実に。まあ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 、でも中古はね、そういう勘違いが作られますから。
Thank you.
ました。お悩みなんか周りからも上達したって言われるようになったんじゃないですか。ちょっと上がってもなれたけど、あ、はい、ちょっとまだダメですけど、はい、落ち着かないといけないなと思います。でも横で見ている感じはなんか徐々に本当なんか手つきがなんていうんですか、落ち着いてきたかなっていうのはすごいな、なんか見てて思ったんですけど。ありがとうございます。少しはあの進歩してるのかなと。いやもうしてると思いますよ。いやいやいいよ。流れている辻彩乃っていうアーティストの風になるという曲があるんですよ。これなんかすごいファインさんに合いそうだなと思って、もしあの機会があったら調べていただきたいなと思ったところがありました。それと一緒になんかもうなんかジブリメドレーみたいなやつなんか合いそうだなと思って風になるです。楽しみにしておりますので、パインさんありがとうございました。見たことも
です。同時期ずっと4回やってます。神宮より街が浮き足だった夜、人の声と車の音が飛び交ってる。ニュースは不況かい、街には人が溢れた。そしてふらりとあいつは舞い戻ってきた。去年の今頃さ、暗い小さなフロアの二人飛ぶように踊り狂った。引きずってきた悲しみを吐き出すかのように、二人飛ぶように踊り狂った。あいつが僕の前から消えてしまったの時、師走の冷たい道を知らずに一人待ってた。首に巻きつけたマフラーがなくさみで、はにかんだ手はポケットにうずくまってた。去年の今頃さ、暗い小さな不安で二人飛ぶように踊り狂った。生きてきた虚しさを吐き出すかのように、二人飛ぶように踊り狂った。熱い化粧をした、荒れた花にも過ぎてきた月日がよく不安があるよ。だけどそんなことはもうどうでもいい。いい人たちの中であいつも僕も浮かばってしまった。去年の今頃さ、暗い小さなフロアで二人飛ぶように踊り狂った。浮かれたジングルベルを吐き出すかのように、二人飛ぶように踊り狂った。神宮に頼り街が浮き足だった夜、人の声と車の音が飛び交ってる。
ありがとうございました。